高宗は南宗の第三代皇帝。昭光十七年、当時に広氏やすぐ号であった高宗と各氏の間に三、何として生まれる。昭三十二年、父が即位すると共王に封ぜられた。長兄の昭文大使が剣道三年に死去した後、時刑の長安氏と後継をめぐって争ったが、皇太后ご子の支持に支えられ、剣道七年に皇太子に作立され、 林安府院を務めた。厚紙広史14年11月、構想の指示により、国務の決裁に参与し始め、厚紙広史16年に上位を受け、皇帝に即位する。しかし、朝廷の実験は、大上皇となった構想が掌握していた。また、構想も病弱な上に暗具であったため、皇后理事による戦争を招いたほか、大上皇都立大使をめぐる対立が原因で不和に、 なった。正規五年、構想の放御に際して、複毛に望まないまま、寝室まで発病するにつれて、政務の面倒を見ることが不可能になった。長男寺具、岩下となどの大臣は、不登校退後を起と協力して、構想を退位させ、ネイタが擁立された。以後は、一切の政治と離れ、巨匠を、久屋すぐゆ移して隠居し、軽減6年8月に54歳で放御。 A. 高たかに葬られたが、二ヶ月先に死亡した、李光号とは合葬されなかった。ありがとうございます。